1952年に若き日の過ちでヒロイン役として映画デビューをし、それ以降も迫力のある演技でたくさんの人を虜にした昭和の女優である左幸りさちさん。1963年に彼女が主演を務めた日本昆虫記という映画では日本人で初となる。 ベルリン国際映画祭女優賞に輝いたことで有名ですよね。左さんは1930年に富山県の下新川郡朝日町で三男五女の長女として生まれました。古美術を商売とするお父様と加藤教授であったお母様のもとで生まれた彼女は当時戦争の混乱期であったにもかかわらず 坂道や琴、ピアノなどを習っていたみたいです。また、幼い頃から旅芸人一座の巡業を隠れて見に行ったことがきっかけで、芸の世界に憧れを抱くようになります。そして、1947年に、戸まり高等女学校を卒業後に上京し、1950年に、 東京女子体育専門学校を卒業。その翌年に東京都立第五商業高校で新任教師として保健体育と音楽を教えることとなりました。その一方で俳優座の委託生として演技を学んでいたそうで、1951年には家庭読売という雑誌の総刊号で、 カバーガールを務めています。そして、この雑誌が新東宝の野村広正さんの目に留まり、彼の勧めで1952年に我がき日の過ちでヒロイン役として見事映画デビューを果たすことに。このことをきっかけに彼女は新東宝の専属になり、その後も続けて映画に出演するようになります。 その後、1954年には、日活へと移籍して、同じ年に、山村総監督の社会派映画、黒い潮で、重要な役を務めたのでした。新東方から日活へと移籍をしてから、彼女の活躍はとどまることはなく、1955年の、女中っ子では、毎日映画コンクールの、 女優女演賞を受賞。雇われた先の息子と心を通わせる、秋田県出身の純朴な女中役を見事に演じていました。また、翌年の1956年、上坂四郎の犯罪ではヒロイン役を演じ、広告国際映画祭で主演女優賞を受賞。 狂気あふれる演技が話題となりました。さらに、1957年の幕末太陽殿では、売れっ子の遊女であるお染役を講演。南田洋子さんが演じるライバルの遊女と、プライドをかけてとっくみ合いをするシーンは、まさに迫真の演技だったそうです。純粋な女性から、 気の強い女性、さらには狂気に満ち溢れた女性など幅広く演じており、彼女の女優としての実力は相当なものだったようですね。その後、1958年に大英へと移籍したひだりさんは、独立プロの作品に参加をするようになるのですが、それでも彼女の勢いはとどまることがなかったのだとか、 キネマ巡報賞やブルーリボン賞などのたくさんの有名な映画賞を独占しました。このように多くの作品に出演して活躍をしてきたひだりさんですが、1962年からフリーで活動を始め、彼女は映画会社に有名な女優として売り出してもらうことよりも、いい作品に出演するということに、 こだわりを持っていたと言います。自身が演じる役の解釈や演出について、細かく意見を述べ、納得がいくまで議論をしていたのだとか。彼女の演技に対する信念は凄まじく、そんな彼女だからこそ、数々の映画賞で輝くことができたのでしょうね。しかし、そんなひだりさんですが、 私生活では全く想像もしなかった出来事が起こります。1959年の10月に記録映画監督の新鋭であったハニ・ススムさんと結婚をしており、1964年2月に女の子を出産しました。1963年には夫婦で取り組んだ彼女と彼という映画が、 ベルリン国際映画祭に出品され、左さんは日本人で初となる女優賞を獲得。公私ともに順調な生活を送っているかのように思えましたが、いつ頃からか二人の間には破局説が流れるようになります。ご主人であるハニさんは当初、お互いが仕事の影響で別々に住んでいるだけで、 離婚にはならないということを周りに説明をしていましたが、その時にはすでに修復が不可能になっていたのだとか。そうして1975年に別居すると、1977年に離婚。ハニさんは離婚をしてからわずか4ヶ月後に再婚をしたのですが、なんとその再婚相手は、 ひだりさんの実の妹、きみこさんだったのです。実は、ひだりさんとハニさんの間に子供が生まれてから間もない1964年2月、女優として忙しい生活を送っていたひだりさんの代わりに、きみこさんが子育てを手伝うために家に出入りするようになり、ここからハニさんときみこさんが関係を持つようになったみたいです。 キミコさんはその後、ハニプロに入り、プロデューサーとしても働くようになっていたとのことで、常に一緒に行動している男女に、恋愛としての感情が芽生えてしまうのも自然なことだったのでしょうか。そんな中、1974年のある日のこと、左さんは娘さんと一緒にスケートに行く約束をするのですが、 約束の時間になっても、娘さんが現れなかったのです。それもそのはず。なんと、娘さんは、ひだりさんに何も告げることなく、お父さんであるハニさんと、不倫相手であるキミコさんと一緒に、日本を立って、アフリカへと渡っていたのでした。その後、このことを知ったひだりさんは、パニックに陥り、 手首をカミソリで切ってしまい、溢れ出てきた血を見て我に帰り、事なきを得たみたいです。しかし、それでも興奮は収まることはなく、再びカミソリを握り、髪の毛を半分切ってしまったのだとか。それから一年以上、音信不通の状態が続き、何も知らないハニさんたちはようやく帰国したのですが、 左さんが住んでいる家へと戻ってくることはなく、そのまま離婚することになったのでした。しかしそれでも左さんはキミコさんに気を使い、彼女に対して恨み事などは決して漏らさなかったと言います。そしてそのことを忘れるかのように、以前にも増して仕事に積極的になり、 お酒に浸るようになってしまったのでした。その後、1985年に胃がんを患ってしまい、胃を一部摘出する手術を行った後、長い間療養生活を送り、1991年に舞台で復帰をするのですが、胃がんが再発。胃の全摘手術を受けたものの、 癌は肺にまで転移してしまい、2001年の11月に肺癌で高い。ちなみに彼女の自宅で行われた密葬には、ハニさん、キミコさん、娘さんの姿はなかったそうで、親族からヒダリさんの死を知らされた娘さんは、あの人とは親交がなかった、とだけ話していたみたいです。 映画女優として非常に輝かしい功績を残してきたひりさんでしたが、それと引き換えに、私生活では主人と妹、そして実の娘に裏切られてしまうといった辛い経験をしていたのですね。こだわりや自己主張が強く、映画会社から一時期嫌がられていたとも言われていたひりさん。そんな彼女に、 家族もついていけないところがあったのかもしれません。しかしそれでも妹であるキミコさんに恨み事は一言も漏らしておらず、彼女のプライドの高さが現れているような気がしますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。